翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。はい、翡翠小太郎です。アシスタントの千恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今週も引き続きまして、魂に寄り添うコーチング田中真一さんです。よろしくお願いいたします。田中真一です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、先週もね、はい、素晴らしいお話たくさん伺っていきましたけれども、はい、はい、息子さんの息子さんのういしくていいね。やめてください。編集でお願いします。はい、息子さんの翔吾くんとの関わりとかね、すべては愛だっていうね、ことをお話たくさん伺いましたけれども、はい、はい、翡翠さんどうですか。なんていうのかな、その田中さんと息子さんとのねやり取り、もう実際エピソードを聞いてるとね、はい、本当になんていうのかな内容以前に、はい、そのあったかさが伝わってくるよ ね、 愛が伝わってくるから、すごくずっと聴いてたい感じだ、はい、なんか愛の音楽を聴いてるよ。愛の音楽いや、私は多分息子の影響でそうなれたんで本当にありがたいんですけど、うん、息子とですね絵画教室とか書道教室にこう連れていくんですけど、うん、で終わった後にあの先生とか職員の方が翔吾くんバイバイとかするわけです、うん、で翔吾も息子もバイバイってする時もあるんですけど、うん、しない時もあるんですよ、うん、で、一応まあバイバイってしようよって息子に言うんですけど、うん、知らん顔する時もあって、うん、でその時にあ知らん顔したいんだなと思って、まあ、それはそれでいいと思ってるんですけど、うん、そうすると周りの職員とか先生の方も本当にそれでいいと思ってて、うん、であのバイバイしてくれたら、あ、しょうちゃんバイバイしてくれたねって、してくれなかったら、あ、今日はしてくれんだよねって、みんな笑顔になるんですよ、うん。こんなような人ってあんまりいないんじゃないかなとか思ってですね、うん、そういうなんか存在感がやっぱすごいんですよ。うん、まあ、その、愛は伝染していくんですね。ですね、はい、うん、周りの人までね、優しくなっていくような、思い浮かびますよね。うん、どっちみち幸せってもう素晴らしいですよね、うん、その存在力。その、やっぱり、子供のことを話してると、はい、そこから田中さんの発する愛がすごいことになってますもんね。はい、運動会は、はい、あのもう学校卒業してるんですけど、はい、一番最初の運動会、特別支援学校の小学部の運動会の時にあのかけっこがあるんですよ、はい、でその時に直線でゴールになんかドラえもんとかアンパンマンとかキャラクターの絵をいっぱいこう描いてあるゴールがあって、はい、でみんなそれに向かって走っていくわけですよ。で息子は最初の運動会で走るかどうかなと思って見てたら、うん、肺のちょっと障害があるんであんまり いっぱい走れないんですけど、はい、息子なりに走ってたんですよ、はい、わ走ったと思って、うん、妻とこう喜んで、うん、息子を応援してて、うん、息子走るんだと思って、うん、で2年生になるんですよ、うん、で翔ちゃん頑張れって応援するんですけど、うん、ゆっくり歩くんですよ、うん、でも翔ちゃん頑張れって応援してるんですけど、うん、なんか普通に関係なく歩くんですよね、うん、で3年生になっても走らなくて、うん、でずっと歩いてて、で私はなんかこう頑張れって応援してる時に思ったのが、うん、私はなんか走ってくれることをなんか期待してるんだなってことに気づくんですよ、うん、でも心本当はなんか 走っても走らなくてもどっちでもいいとかちょっと思ってるところもありながらも、走ってほしいっていう欲求が自分の中にあるんだなっていうことに気づいて、うん、なんかこうそのままを本当は認めてない自分がいたんだとかなんか気づいたりなんかする時があります。息子さんを鏡に気づき力がすごいですね。そこまで気づかなくていいっていうところまで気づくね。どんな角度からも。まあ人ってそれなりにこういろんなこう物の見方とかこうこだわりとか偏見があるんですけど、はい、なんかそういうのをこうどん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 こう落として気づかせてくれる感じですね。うんうん、これがあの普通にこう会話したりとか文字が書けたりすると。うん、ちゃんとあの喋らないと伝わらないとかなんか言うかもしれないけど、うん、息子の場合はそれが一切できないし、うん、あの文字とかもよくわからないから、うん、だから結局自分で考えるしかないなくて、でその状況をやっぱ作ってくれたおかげでやっぱり自分のこういろんな気づきが深まってありがたいなってなんか思いますよね。なるほどね。あのうちもね、はい、息子小学校の時に、うん、授業参観で音楽のリコーダーの授業だったんですよね、うん、
で、その、で、息子一番後ろの席だったので、うん、指の動きがすごい僕のからよく見えたんですよ、うん、僕の目の前に息子がいたんでね、うん、で明らかに息子の指の動きだけ違うんですよ、はい、でそのお前で一緒に帰った時に、お前全然あのリコーダー吹けてないだろうって、うん、指全然一人だけ動き違ったもんってで言ったんですよね、はい、そしたらそうだよ父ちゃん俺 C しか吹けないから、はい、やっぱりと思ってやっぱりと思ってでも父ちゃんお前それ先生にバレるだろうって言ったら楽しそうな顔してるとバレないんだよって言ってなるほどそのねその息子にとってはそのでも音楽って音を楽しむって書くじゃないですか、うん、息子は吹けてないけど楽しんで C だけ吹いてるんですよね、うん、そういうことがありましたね。なるほど、はい、もう明らかんとねそう答えてるのすごいことですよね、うん、でね怒られるかもみたいな、ね、そうもうね学校の先生からも脳みそがね腐ってるとかその大学はね、はい、うち今そんな息子高校生になったんですよ、高3になってね、はい、で赤点音だったんだけど、まあ高3になんとかなれて、先生からもう大学は無理って言われてるけど、息子はなんか大学行きたいみたいなんですよ。で無理って言われてるけど、その大学のねパンフレット取り寄せてたんですよ、うん、でそしたらその短期大学のパンフ取り寄せてて、はい、女子大だったんですよ絶対大学やっぱ無理だろうなと親としては思ったんだけど、はい、でその息子でもその優しいところもあって、はい、そのうちのお姉ちゃんが、はい、その息子のお姉ちゃんがおじゃ魔女ドレミっていうアニメが大好きで、はいはいはい、そのガチャガチャがね、はい、そのおじゃ魔女ドレミになったらしくて、はい、でもその近所のガチャガチャにはおじゃ魔女ドレミがないって言うんでね、はい、言ってたら翌日息子がおじゃ魔女ドレミのガチャガチャを、はい、持ってきてたんですよ、はい、やってきてくれてたんですよ、はい、しかもその自分でちゃんとおじゃ魔女ドレミのガチャガチャがどこにあるか調べて、仲間を連れて行って全種類コンプリートして持ってきてくれてて、もうお姉ちゃんが叫ぶようにね喜んでましたけど、その息子のね友達も友達たちもその息子のお姉ちゃんがそのおじゃ魔女ドレミのね好きだから、その全種類をその息子の友達も協力してね集めてくれてるわけなんですよね。だ勉強はできないけど優しいし、でその友達にもね恵まれてるから、優しくて友達に恵まれてるってね、本当に脳みそ腐ってても優しくて友達とね恵まれてたらそれが一番幸せじゃないかなってね。そうですね、はい、そんなことがありましたね。もう僕もねうちのね息子が本当に可愛くてしょうがなくて、よくねかみさんにずっとゲームばっかりしてるから怒られてるんですよね、はいはい、もういつまでやってんのって、まあ、最近はもうねかみさんも諦めて言わなくなったけど、はい、その昔はよく怒られてたんだけど、はい、その寝なさいって言ってもトイレに行ってね、隠れてトイレでゲームしてるんですよ。可愛いですでそれが分かるから、はい、僕もトイレ行って、はい、お前まだゲーム頑張ってたお前まだゲーム頑張ってたの、はい、どこまで頑張り屋なのって言って、確かにすごい ね、その頑張りって言って頭撫でるとね、そうですね、すごくなんていうのかな、で、ある時お小遣いをね、はい、ちょっとあげようと思ったことがあってね、はい、お小遣いあげるって言ったら、いらないって言うんですよ、はい、自分で欲しいものは自分でアルバイトして買ってるからいらないって言うんですよね。なるほどなるほどなるほど。もうなんて素敵な息子に。そうですよね。もう親の顔すごい見える。親の顔。思いましたね。素晴らしいですね。生きる力がこう全然違いますね。まあ、僕もね、はい、その息子の話を丸々一冊書いてるんでね。本当に息子も可愛くて可愛くてしょうがないですね。そうですよね。そうですね、やっぱりもともとその家族っていうところから愛が生まれてきてるっていうイメージなんですかね。お二人は家族への愛がベースにあるなっていうのをすごく感じたんですけれども、田中さんもお仕事されてきてとか活動されてくる中でも、はい、やっぱりこう息子さんや奥様への愛っていうのがベースにありますか。いつも
そうですね、最初独立してですね、はい、コーチングのセミナーとかを最初やってたんですけども、はい、その時に、まあ、自分が学んだこと以外にその、まあ、その家族との関わり、まあ、コーチング的な関わりとかも体験としてあるん で、はい、でそれをこう話すと自分が楽しくなるんですよ。うん、でそれでなんかお客さんもよかったって言ってくださる方が多くて、で先週話した時に、はい、落ち込んでて、うん、でもうなんかもうちょっと人生どうしようかって思ってた時期もちょっとあったんですけど、はい、その時に自分を見つめ直そうと思った時に、うん、じゃあ自分にとって一番やっぱり身近な人とそれをこうできてないと関わりができてないと、うん、まあ、話にならないと思った時に、うん、正直言って私話にならない人だったんですよ、うん、まあ多少できてる部分もあったんですけど、うん、じゃあ本当に妻の苦しい気持ちに寄り添ってたのかとか、うん、本当に声なき息子の気持ちを分かろうとしてたのかと思った時に、うん、浅いと思ったんです、うん、でそんな浅い自分にもかかわらず妻はですね、私に対して仕事をこううまくいってない時も、うん、お金もあんまりいてなくても、うん、愚痴も不平も何も言わずに、うん、ただこう応援してくれてるんですよね、なんかもう なんかこうしっかりしてよとかなんか、うん、言われるかなとかちょっと怯えてる気持ちもあって、うん、不甲斐ないのにとか思いながら、自分もうまくいって、はい、仕事的にもうまくいってないし、はい、自分自身も浅いなっていう時にもかかわらず、そんな田中さんを、はい、応援してくれてるところから、はいはい、なんかもうちょっとこう本当にこう頑張ろうと思うし、幸せな家族にしていこうってなんか思わせてもらって、そこがなんかすごく起業してからこう自分が復活できた時のもう一番の大きな原動力ですね。なるほど、まあね、桜庭さんがゲスト出られた時にね、うん、人は大切にしたものから大切にされるっておっしゃってましたけど、うんうん、まさにね、奥さんはね、信頼した人からやっぱりその信頼が、ね、返ってきたっていう感じなんでしょうね。考えてみると本当何もなかったですよ、なんか最初は、うん、もうありがたいばっかりですね。喧嘩になったりはしなかったんですか？その時の喧嘩はなかったですね、はい、もう落ち込んでるだけだったんで、はい、私が、奥様ずっとこう寝不足で、はい、ずっとね息子さんのお世話とかされてたのに、はい、ね、なんか睡眠不足とかだとやっぱりイライラしたりとか、はい、機嫌が悪くなるって私の勝手なイメージなんですけども、まあまあそういう時もないこともないですけど、でも私が本当に落ち込んでる時には救ってくれますよね、なんか愛してくれる感じがすごくあって、奥様の威力がすごいですね。でもなんか考えてみると、なんかそう、なんか落ち込んでよかったなってやっぱ思いますよね。落ち込んでよかった、落ち込んだらから妻の愛を感じられたし、まあ、息子の愛も感じられたし、うーん、中途半端に調子よくやってたらなんか俺はできるぜみたいな感じで、なんかこうなんかそんな人に なってそうな気もするんで、うん、やっぱり気づきとかそういったところにも奥様もやっぱりこう支えがあってっていうところなんですかね。いやすごいことだな。翡翠さんもね、奥様にたくさん支えられてきたっていうエピソードは伺ってますが、伺ってる、はい、伺ってる、奥様のねエピソードいろいろこうね、本当、はい、僕は結構逆だったからね、そのでもその神さんとのね、なんていうのかな、その違いすぎて、うん、喧嘩が絶えない中を、まあ、いろんなことを学ぶ中でその受け入れられるようになってったんだよね。でその受け入れられるようになってった時に、そのまんまの相手を一人受け入れられるようになると、それがひな型になって、うん、他の人にもできるんだよね、うん、だからその他の人に、全ての人にできるわけじゃないけど、そのできる人が増えるんだよね。だからその息子が生まれた時に、うん、その息子としてはすごく学校という物差しの中では出来の悪い子だったけど、うん、そのまんまを可愛がれるっていうのは、うん、やっぱりその神さんを受け入れられる過程で、うん、そのまんまを楽しめるっていうのは、うん、その神さんとの間柄でできるようになったら、息子との間はもう簡単だったよね、うんうん、もう神さんとはそこで、そのまんまをもう自分がと価値観が合わないとこ含めてね、そのまんまを面白がれるようになってたから、もう息子を面白がるのはもうすごい簡単だったね。それでやっぱり奥様との関係から全てが始まってたんですかね。そうだね、うん、そうすると出会う人出会う人、家族以外の人でも
どんな人が来ても大丈夫っていう感じですか？どんな人が来ても大丈夫とは言わないけどあのだいぶだいぶ、うん、でどんな人も大丈夫って別にならなくてもいいと思ってるんだよね。嫌いな人がいてもいいと思う。まあそういうでも一人誰か本当にそのまんまを認められる体験ができると、うん、まあ一番やりやすい相手とやればいいと思うんですよね、うん、まあ大概家族だったりすることが多いと思いますけど、そうすると僕はかみさんをそのまんま受け入れられたら、うん、その父親が結構僕最後、うん、あのかみさんよりもね最終的に父親をそのまんま認めて感謝できるっていうのがね、うん、なかなかできなかったんですけどね。かみさんとできるようになったらもうやっぱり父親も本当にそのまんま感謝できるようになったりね、もうそこまでいったらもう息子もはもうただただ可愛いっていうね、あの子供息子は小さい時にトイレにはまだ お尻を拭けない時にねちっちゃくて、はい、ティニティニーって言うんですよ。ティニティニーってトイレから、はい、でティニティニーって声がしたら僕がまだ息子自分で、あのトイレ拭けないので、うん、ティニティニーっていうのが合図で、うん、僕がその合図を聞いたらトイレ の拭くっていうね、そういう合図だったんだけど、だから毎朝ね息子はティニティニーって言うとオッケーって言ってトイレに行って息子の拭いてね。でその時にで食事中だったりするわけですよ。息子で食事中に人のうんこを見るって嫌、はい、じゃないですか。そうですね、でもね息子のうんこは全然その拭いた後にあのご飯食べれるんだよね。確かにそうですね。普通に考えたらあんまり嫌ですよね。食事中にね。そうそうそう。確かに。うん、自分の子供でなったら、うん、子供のうんこ子供のだとね、その子供のそれでその粘土できるなと思って粘土できちゃうんですよ。コネコネしちゃうで、ここまではすごいですね、できるんですよ。だってそれ見てご飯食べれるから、あもう全部愛せる、うん、だから一番愛しやすいところでひな形作るとなるほど、その守備範囲が広がるよね。で広がるけど別に全部を受け入れなきゃいけないと思ってないから、別にその自分のね本心が嫌だと思ったらそれが正解だから、そうですね、あの全部を好きになる必要もないと思ってるからね。やっぱり息子さんとの関わりからこう受け入れられる範囲が増えていくっていうかね、器が広がっていくのか。まあ一番はかみさんでしたね。強敵でしたから、あの強敵と書いて妻と読むっていう状態でした。強敵と書いて妻と読む。あの北斗の拳は強敵と書いて友と読むんですが、あの漫画のね、うちの場合は強敵と書いて妻と読むっていうね状態でしたから、ちょっとその辺はね田中さんちと違うんですが、田中さんは息子さんからスタートっていう感じですか？どうですかね。そうですね、まあ、妻ともいろいろこう学んだことあるんですけど、うんうんうん、あのちょっと息子とのことの話をしたいんで、私が。ああそうですね。はい、息子さんとの、ね、関わりからたくさんいろんな気づきがあって、はい、エピソードも本当にねたくさんありますよね。田中さん息子さんのことで本書いて、はいはいはい、もう僕はねできないもん勝ちの法則ということで、はい、一冊息子のこと書いてるから、はいはい、二人でひたすら息子の自慢話をする回やりたいですね、はい、やりたいですね、うん、はい、自慢したいですね、しまくりたいですね。そうなんですよ、はい、僕もそしたらなんかこう、うん、あの私もその息子のことのちょっと講演をさせてもらってて、うん、子供のことをこうなんかこう不幸だとかなんかできないとか思ってたのがそうじゃないっていうふうに思ってもらえるっていう声を聞くんで、うん、なんかこうよりなんかこうまたそれよりちょっと違うんですけどもなんかどんどんそういうのがこう広がっていくと嬉しいですね。そうですよね、はい、なんかこの子なんでこれができんのとか思うのが世の中から消滅する。あ、できない子供をいかにめでるかっていう。そう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 、うちのね、はい、そうもう本当もう息子のね自慢になるともう本当話したいこといっぱいある。あの息子ね、お金を僕お小遣いあげるって言ってもいらないって言うから、はい、それにちょっと甘えちゃってね、はい、欲しいものあるかって言っても言わないから、はい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 、誕生日プレゼントとかはかみさんは送るけど、僕から送らなくなってたんですね、5年ぐらい、はいはい、でその今年の誕生日に、はい、あそういえば俺もう欲しいものをね息子は言わないし、はい、そのかみさんがまあ一応プレゼントであげてるから俺からは特にあげてなかったからね、はい、
一回5年前に坂本龍馬の電気あげたら、プレゼントのね、はい、綺麗に梱包っていうか、はい、プレゼントあのしてビリビリって開けてね、見たら坂本龍馬の電気だって見た時に、いらねえって言って、それ以来プレゼントしてなかったで、であそういえば 5,6 年あの坂本龍馬の本プレゼントした以来、はい、プレゼントしてないなと思ってね、はい、なんかお前プレゼント久しぶりに買うよって、なんか欲しいのないのって言ったら、はい、珍しく、はい、言ったんですよ、はい、父ちゃん俺グッチの財布が欲しいって、と思って、はい、そんなグッチとか欲しいんだと思ってね、はい、でもさ全然5年間プレゼントしてないし、お小遣いもいらないって言うから、なるほど、あグッチの財布ね、もう5年間ね、お金もねお小遣いも欲しがらないし、グッチの財布ぐらいはね頑張って俺も買ってあげようと思ってね、でグッチに行ってね、いや実は息子の誕生日なんですけどって言って、どれがいいかなみたいな相談に乗ってもらってたら、あ近頃ね高校生、あのグッチ欲しいっていう高校生多いんですよって言われて、あそうなんだと思ってね、で選んでね買って、一緒にプレゼント用で包む、グッチでやっぱりプレゼント用で包むと、やっぱりテンション上がるんですよ、高級感がすごいあるんですよ、で息子に渡したら、父ちゃんさすがグッチ違うなって、すげえこれとかって言って、はい、開けて、はい、おーって二人で一緒におーってなって二人で一緒に、父ちゃんありがとう、夜もう12時過ぎてたんですけど、はい、父ちゃんありがとう、はい、俺ちょっとグッチの財布で今からコンビニ行ってくるわって言って、行ってらっしゃいしばらく帰ってこなくて、じゃあ警察から電話があってきて、あの夜遅く出歩いてたから、はい、あの補導されちゃったなんでお前そんないつもいいオチ持ってんの天才ですねすごいですね、めっちゃいいオチ持ってるねって言ってまた頭撫でて、ここで話を してもらうためになんかわざとやってるぐらいな感じがしますね、そしたらね、その3ヶ月後ぐらいにね、はい、父ちゃんグッチの財布なくしちゃって、すごい今あのレンタルビデオ屋行ってから帰りにないんだよって言って、はい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 、もう夜もう12時過ぎてたんですけど、はいはいはい、何って言って、はい、これは、はい、で神さんはね、はい、あんただからもうこいつにねそんな高い財布なんて買わなくてよかったのよとかってね、はい、神さんは怒ってたんだけど、はい、もうだいぶお母さんには怒られてるから、あのじゃあ父ちゃんと一緒に今から探しに行こうぜって言って、懐中電灯2つ用意して、はいはい、夜中ね、はい、大捜索、これ一生の思い出になると思って、あのすっごい楽しかったんですよそうですよね夜中ね2人で一緒に宝探しゲームだったんですよ、まさにあの辺にあるんじゃないかって言ってね、すっごい楽しくて、これが方が最高にね、息子亡くしてくれたおかげでこんな楽しい夜中の宝探しゲームができてね、でも夜見つからなくて、でも明るくなったらきっとあるんじゃないかと思ってね、息子が学校行く直前に僕もちょっと早く起きて、息子は学校だから一緒に探しにも行けなかったけど、父ちゃんほら朝からもう一回探しに行ってくるわって言って、いいよ父ちゃんもう息子の話はね尽きないですけれども、すいません、ちょっとお時間は来てしまったようです。翡翠小太郎の名言ラジオセラピーでは皆様からの質問や感想をお待ちしております。ありがとうございました。田中さんありがとうございます。 ありがとうございました。本当に皆さんありがとうございました。はい、ぜひぜひ、はい、よろしく、また来てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。はい、今週の収録いかがでしたでしょうか。実は収録の時間がねいっぱいになってしまって、もうそれほど翡翠さんとそしてゲスト田中さんの息子さんへの愛が溢れた収録となりました。またぜひこの番組にも遊びに来てほしいですね。田中さんどうもありがとうございました。翡翠小太郎の名言ラジオセラピーでは皆様からのメッセージ、リクエスト、そして翡翠さんの息子さんに負けないぞという我が子の自慢、面白エピソード、ほっこりエピソード大募集しています。番組に採用された方には翡翠さんからお預かりした特製のステッカー、イコールラブステッカーをプレゼントしちゃいますので、どしどし送ってくださいね。それじゃあまた。バイバイ。このコーナーの提供は、喜びの種まき、プレシード、
愛の織箱や八坂がお送りしました。言葉を知るべに旅人が今日も夢を歩くように、僕らが届けた言葉の頼りが大切な笑顔一つ守れるかもしれない。言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んで行くような優しい魔法だね。素直に言えなかった。ありがとう、や愛してるを。今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて。言葉に変えて